赤川元康は戦国時代の武将、毛利氏の家臣。赤川氏は幹部兵士の一家系土石氏の一門小早川氏の所流。赤川久信の四、男として誕生。大英三年、主家の毛利雪松丸が死去した際に毛利元成に家督相続を養成した宿老十五名のうちの一人であり、兄の治さ衆と共に元成を支えた。また、 協力5年7月13日の毛利歯科診断32名が、互いの利害調整を元なりに要請した、連書期証文では26番目に赤川左京領元助と署名している。天文19年、五部業制度が始まると、毛利龍元の直属部業人筆頭に任命された。龍元側近の重臣として活躍するも、近高本派として凶慢な振る舞いが多く、 親元成派の重臣であった小玉成忠や勝つ元忠たちとしばしば対立した。A66 年、竜玄がわちまこと春の教皇を受けた直後、秋国高田軍佐々部で急死する事件が起きた。竜玄の死を元保の暴略と考えた元成は、元康の責任を追求し、弟の言及、養子の又三郎ともども、撤禁止処分の後、4年後の A610 年に、 自陣に追い込まれた。その死後に、元康は、和ちまこと春の強王を受けることに反対していたことが、判明し、その潔白が確認された。毛利元成は、自身の行いを深く恥じ、元康の兄、赤川治衆の次男、元通りと老いの元行きに、赤川家を再興させた。ありがとうございます。